あ、ん、ぽ、ん、た、ん、チャンネル。めっちゃマイナスいいよ。閉めよう閉めよう。虫入っちゃう。ごめんね。ありがとう。涼しい。だからさ、うん、どんぐらいの人がいるのか分かんないよね。これが水素水サーバー洗浄。ねえ、飲んでみたいな。え、ここってどうなんだろう。いいんだね。あ、いいんだね。え、すごい。ちょっと運動したい人向けなんだね。ねえ、いいね。人がすごい少ない感じがするから、人いたらここ来づらいね。確かに。あ、これお送りします。本当だ。ここもないぐらいの人が持ち出していいので、うん、あ、そうなの。へえー、体にいい書籍がいっぱいあります。わあ、めっちゃいい。ああ、いいね。こんにちは、まいこです。ということで、1日目が終わりかけてます。現在1日目の、何時だ、8時3分ということで、今げんちゃんはオプションでつけたエステに行ってる最中でございます。はい、私は本当に断食始めたのがもう今日からっていうことになるんですけど、まあ、2日前くらいから、準備食でちょっとかなりヘルシーな食生活にしてたのもあって、なんて言うんだろう、こういう体験は初めてだから結構抜いてるっていう感覚もあって、すごい挫折するだろうなというか、途中でこっそり持ってきてる干し芋食べちゃうだろうなって思ったんですけど、意外と平気。なんかやっぱりお腹空くんですよ。あ、食べたいとか、食べ物見ると、さっきとかもアニメ見たりしてたんですけど、アニメのこういうパン、ただのパンですら、あ、美味しそうって思ったりするんですけど、でも意外と、平気ですね。で、元ちゃんは結構こまめに飲んで、もう今日1日来てこれだけ摂取してるんですけど、本当はこれよりもっと取んなきゃいけないドリンクみたいなんですよ。これが唯一渡されたドリンクなんですけど、私はこれが本当に飲めなかったんで飲んでなくて、水と、3番なんとか茶、ちょっとここに書いておきます、とあと水素水とそのお茶とハーブティーまだ飲んでないですけど、もうそれだけでどうにか一日過ごせました。まあ朝ちょっとスムージー飲んじゃったけど、まああと昼ヨーグルト飲んじゃったけど、お腹すくけど意外とまだ耐えれてます。まあそんなもんですよね。多分断食経験したことある方は
いやまだ甘っちょろいよこっからだよって思ってる方いると思うんですけど、なんで、うん、顔がちょっと元ちゃんに白いけど大丈夫って言われたんですけど、うん、ちょっと頭がぼーっとしたりとかすることはある。まあ栄養補給してない分ちょっとそうなりがちっていうのは、まあ、気をつけようと思って、まあ、その分水飲もうかなって思ってます。まあ、ちょっとちゃんとした知識を入れてないっていうのはね、あんまり良くないことかもしれないですけど、まあでも今日の朝昼は一応ちょっとスムージーとヨーグルト飲んでるから、まあ、とりあえず今日は大丈夫かなって、明日はどうなるかなっていう感じですね。やっぱりお腹空いてるっていうのを思い出しちゃうと今もちょっとお腹空いてくるけど、かといってお腹グーグーならないし、だからいい感じに準備期間をいい感じにできたから今こうしてファスティングができてるのかなって感じ。まだ1日目だけど、はい。まあ明日の予定としては、明日朝ヨガっていうのが7時半から8時まで、8時何分かなまであって、そこで初めてヨガに参加します。なんで朝ヨガ行って、でここの施設すごい広い施設で、大間さんがいたりとか、なんかいろいろ、あ、そう、このあと玄ちゃん帰ってきたら星が見れる感じの、星が見れる感じっていうか、もうこの辺りが何にもないから外が真っ暗なんで星が見えるらしいんで、ちょっと星見に行ってこようかなっていう感じなんですけど、そう、この敷地内もこの建物だけじゃなくて結構広くて緑豊かな、なんかゆっくりできるような感じの場所なので、まあ明日は朝ヨガ終わったら、そういうちょっと散歩みたいなのをしてみて、あとスパもあるので、プールというかミニプールというか、一応水着も借りてきたので、まあ、スパ行けたら行って、まあそのコンディションによりますけど、であと大浴場今日も行ってきたんですけど、まあシンプルな大浴場ですけど気持ちいいので、また大浴場行って、で明日は元から今回のプランに入ってるキャンドルヨガっていうのを申し込んであるので、キャンドルヨガ、なんか腸内環境改善キャンドルヨガみたいな、キャンドルに包まれながら腸内環境を良くするヨガみたいなのがセットでついてたので、まあそれに参加しますね。それが何時だろう、4時半くらいかな。うん、なんか全体的にここの生活リズムっていうのが、早起き、早寝早起きができるような感じになっているので、その夜のヨガ、キャンドルヨガっていうのもちょっと早めなんですよね。なんでそのヨガに参加して、わかんない、またお風呂入ってそれでまた星見て本読んでゆっくり過ごして寝て、で次の日の朝も回復食なんで、意外ともう明日さえ乗り越えられればいいかなっていう感じです。はい、でもかなり、デトックスにはなってるかなと思います。本当にストレスフリーです。はい、ちょっとあのね、やっぱ食を抜いてるからか分かんないけど頭が回らないんですよね、いつもかいつも何言ってるか分かんないと思いますけど、頭が回らないなっていうのはあったり、ぼーっとしたりもするんですけど、まあ、ぼーっとしに来てるのもあるし、本当に携帯いじってないです、全然いじんなくて済むじゃないけど、ぼーっとね、外で景色を眺めたり、それがすごいストレスフリーですごいいいなって思います。はい、まあ、1日目こんな感じで、明日は結構ね、お腹ももっとすくだろうし、どうなのかなって感じですね。はい、はい、じゃあさっき言った玄ちゃんが帰ってきました、はい、エステから。はい、ただいまいや、めちゃくちゃ気持ちよかった。あ、初エステ、初めてエステやったんだけど、うん、なんか今回やったのは、うん、リンパトリートメントマッサージを全身やってもらったんだけど、うん、リンパマッサージだからやっぱ痛いのもあるの、ちょっと痛いかなと思うんだけど、でも気持ちいい、それが痛気持ちいいんだ。そう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 、でもう寝ちゃったもん、気持ちよくて。あ、本当に寝たんだ。でなんか今までその
なんか整骨院とかでさ、指圧しか体験したことないから、うん、指がぬるんぬるんって動くのが初めての体験で、なんか変な感じだったけど、うん、慣れてきたら気持ちいいし、うん、あのなんか今はあのすっきりした感じがするそう。でなんかここ痛かったんだなとか、ここ悪いんだなってのが表面に出てきた感じ、逆に。うん、あ、そうなんだ。そう、今まではなんかこう隠れてたというか、うん、無理してたところがやっぱ。いろいろで首と腰がやっぱ痛い、うん、悪いんだなって今感じ。やっぱりね、なんか最近編集とか始めるようになってからさ、そうそうそう、猫背というかさ、ね、そういう 体勢とかも悪くなってるから余計だろうね。そう、めちゃくちゃ気持ちよかった。まあ、明日も空いてたらやりたいぐらい、正直。ね、そう、元ちゃんがさ帰ってきた時さ、うん、どっちなんだろうと思って、良かったのか悪かったのか分かんなくて、うん、ただただ多分動画撮るってさ先に言ってたから、うん、だからあのね、何も言わずにいてくれたんだけど、そうそうそう、感想を言わないようにしてたから本当に気持ちよかったのね。めちゃくちゃ気持ちよかった。寝ちゃったもん、うん、起きては寝て起きては寝てみたいな。60分ちょうどいい。あ、ちょうどいい。なんか最初はさ180分のやろうとしてたじゃん。3時間。3時間のもあるんですよ。でもそれちょっと予約的にね、そうそうそう、 できなくて。そうそう、ちょうどよかったよ、うん、で、まいちゃんあれ振り返ったんでしょ。そう、振り返った。日、うん、今日はね、一日、まあ、一緒の感じだから特にあれなんだけど、うん、もう僕はお腹すいたのは多分断食3日目か、うん、そんぐらいの感じなんだよ、ね、うん、ちょっと。金ちゃんの方が先にやってるから、そう、早めに自分でやってたから、うん、けどやっぱね、お腹すいたなって思う瞬間もあるし、あの朝はちょっと痛いなとか思う瞬間とかあったんだけど、うん、そのお腹すいたなの時間で言えば、うん、すごい短くなってきた。なんかずっと空いてる1日から半日、うん、たまに思うぐらいな感じになってる、うん、お腹すいてさ死にそうっていうほどのお腹の空き具合じゃないよね。じゃない。私も同じこと言ったの。そうそうそう、ほんとそんな感じ、うん、なんか、まあ、ただぼやっとはするね。そう、わかる。これが、うん、なんか仕事しなくちゃいけないとか、うん、なんか活動的に例えばお芝居で舞台本番やなくちゃいけないだったら、うん、ちょっと不安。それやりながらはできないよね、うん、なんか不安だなと思った、うん、でもまあ、うん、ゆっくり過ごす分には、うん、休日とかだったら全然いい。いいよね。むしろなんかからリラックスしてる気がする、すごい、うん、ストレスめっちゃフリーだよね。いや、そう、本当に。今21時なんですけど、うん、あのもう廊下とか暗いからね、消灯してるみたいな感じ。あ、本当に、うん、さっきなんかさっき私とさ一緒にさ外出た時もうすでにちょっと暗かったけど、そう、もうなんかね、俺終わって出たら、うん、なんか人も全然いないし、うん、なんかもう11時とか12時ぐらいの雰囲気だなみたいな思ったもん、うん、だから早いんだと思う、ここ。そう、なんかあのパンフレットかなんかサイトか忘れちゃったけど、うん、パンフレットじゃない、消灯の時間が8時とかなんか、うんうん、すごいだいぶ早い時間で、そうそうそう、早寝早起きみたいな。だからなんかいいなと思った、うん、その雰囲気もそうだから、うん、もうちょっとしたらゆっくりして寝ようかって気持ちになるし、ね、そうそうそう、みんながそうやってると思うとさ、そうしなきゃかなって、なんかそう思えるし、もう環境がそうだからで、ね、部屋もさ間接照明っていうか、うん、あの白い光ないじゃん、うん、全部オレンジ色の光、白熱灯とかの色だから言われてみれば、いいわ、いいですね、いい旅ですね。これで結果が出てくると ね、うん、ね、いいけど、まあ、ちょっとこの後ね、うん、あの1日目の体重を測ってどうかっていうのはちょっとやる、うん、ね、やりましょう、はい、ありがたいことに部屋に体重計があったので、ね、いつでもどこでもヨガマットもあるしね。ね、そうそうそうここめっちゃいいよね、本当に。トレーニングルームみたいなのもあったし、うん、なんか本当にゆっくりぼーっと、あのね、電子機器のデジタルデトックスっていうのもやってんだよね、うん、電子機器とかあってどんどん電波とか体に悪いのが溜まっちゃったりするから、そう、もうテレビも置かなかったりとか、うん、そういうのをリセットするシートみたいなのに乗ってやるとか、うん、なんか俺ね、世俗を忘れるというか、あの普段の生活から離れたいなって思ってる人は、うん、ここに4泊5泊して、うん、馬と戯れてたらめっちゃいいと思う。いいと思う、まあ、4泊5泊は難しくても、うん、ちょっと旅行行こうでここ選択するのはかなりなんかね、うん、いいと思う。だってファスティングしなくてもリセット食のプランとかあって、うん、それはなんていうの、すごい体にいい食材を使ってたりするから、うん、なんか
まあ、どんなに食欲がある人でも一回ここに来てそういうのをやったらすごいいろいろ心身ともになんかリセットされるね、リセットされると思う。まいちゃんさ、あの遠く行きたいとかさ、うん、たまに言うじゃん。で、多分誰しもあると思うの、その、うん、まあ、なんか嫌になっちゃうというか、うん、離れたいとかストレス社会だから、そうそうそう、うん、っていう時は本当旅行っていいんだなと思った、こういう感じの時ね、うん、もうここに来るまでもさ本当に山道をさいやそう、ね、くね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 、山道がねもうめちゃくちゃ幻想的で、うん、あのもののけ姫とかに出てくる森みたいですごい良かったから、うん、パッて横見たらすげえ寝てんの頭痛かったからね。なんかね、そう、私はやっぱ準備食とかやってて、それが普段なかなかし慣れないから、うん、ただでさえ今日もその朝の朝イーチュースと、うんうん、まあ、昼ヨーグルト飲んじゃったけど、うん、あ、いいんだ、かしか摂取してなかったから、やっぱその影響かもしれないけど、うん、薬飲んでも頭痛がちょっと止まらなかった。治んなかったね、うん、今は全然すっきり減る。だからさ寝てる、それ頭痛いからちょっと横になって、うん、なってていいよって言ってさ横になってたじゃん。で悪いなって思ったんだけど、あまりにもいい景色だったから、まいちゃん、まいちゃん、あのダムのさ、うん、あの川の上を走る道とかあったのよ。もう見たかった。そこで起こしてほしかった。帰り通るかな。ね、通ると思うよ、うん。帰りまた山道だから俺運転するし。うん、まあ、お願いします。はい、以上になります。以上になります。また明日も撮りましょう。うんね、朝起きたらまた撮ってもいいし、うんうん、じゃあこの後ちょっと体重測って、はい、あとはもう寝るだけです。バイバーイ。そうだ、星見るって言ってたもん。ああ、星見よう。見る、見に行く。あ、ちょっとでも真っ黒だったんでしょ。あ、でも真っ黒の方がいいんじゃない、星見なら。ちょっと行ってみようよ、うん、体重だけやっちゃおうか。うん、うん、ファスティング何日目だっけ。ファスティングは1日目だね、アマムは。うん、お、マジいいよ。いい、うん、めちゃめちゃ減ってんじゃん。え、ここ来る前測った時何キロだっけ。が 95.8 とか、うん、軽く2キロ減ってる。2キロぐらい減ってる、やばすごいね。まあでもほとんどあれらしいけどね、水分最初は、うん、そうだよね、水分が抜けたとはいえ、うん、めちゃめちゃ減ってるね。いや、私も測ってみていい。はいよ、うん、じゃあ私は体重公表するつもりだから。あ、そうなんだ、うん、48.3 くらいだったかな、ね、なんか48キロ台と。でも一回結構準備食の効果が出たのか 47.7 とかもあったけど、どうなってるか、ちょっと服、この服はもしかしたらちょっと重いかもしれないけど待ってみます。お、どうぞ。 48.1。 なんか多分 47.7 って一気に、うん、あの準備食に変えた時だったんだけど、うん、基本が 48.3 とか 48.7 とかを聞きしてたから、うん、あ、じゃあ減ってんだ。確実に減ってる。え、すごい。これで、あ、喜んで、明日、ね、明日、明後日どうなってるかだ ね。やっぱ回復食食べ終わって、うん、最後、そう、食べた状態でどうなってるかだよね。うん、そうだね。OK、じゃあまた明日からも楽しんでみましょう。はい、楽しみながら頑張りましょう。頑張りましょう。バイバイ。バイバイ。立ち止まってる。ねえ、繋がれてない。